ただいま。お帰りなさい、ミコちゃん。あれ、お母さん、今日は早いんだね。ふふふふ、ちょっと用事があってね。さあ、ミコちゃん、こっちに来て。じゃあ。わあ、すごい、高そうなケーキだよ。ミコちゃん、今日、お誕生日でしょ？いつか言っていたわよね。一度でいいから、ふわふわの甘いケーキを食べてみたいって。お母さん、覚えていてくれたんだ。ふふふふ。いつも欲しいものをなかなか買ってあげられなくてごめんなさいね。でも、今日はあなたがこの世界に生まれてきてくれた。特別な日ですもの。お母さん、頑張っちゃった。ミコちゃん、生まれてきてくれて、そして、今日まで育ってくれて。本当にありがとうね。お母さんは、あなたがいてくれるから、毎日笑顔で生きていられるのよ。お母さん。さあ、ケーキを食べてちょうだい。うん。お母さん、このケーキ、半分こしようよ。お母さんも一緒に食べようよ。いいのよ、ミコちゃん。私はお腹いっぱいだからね。それに、今日はミコちゃんのお誕生日でしょ？遠慮しないで、全部一人で食べてちょうだい。そう、本当にいいの？もちろんよ。えへへ、それじゃあ、ごめんね、食べちゃうね。はい、どうぞ。ピンポン。あれれ、お客さんかな？お母さんが出るね。こんにちは、警察です。四国メタンさんですね。あなたに窃盗の容疑で逮捕状が出ています。速やかに署までご同行を願います。お母さん、どういうことなの？ミコちゃん、強く生きるのよ。あなたはとても優しい心を持っています。私はそれを誇りに思ってきました。でも優しいだけでは、このイカれた時代を生きていけません。ミコちゃん、何度踏まれても立ち上がる。雑草のように、強く生きてちょうだい。いいわね。お母さん。その子は、娘さんですか？違います。知り合いの子を預かっていただけです。私に何かあれば、本当の親が引き取りに来る約束になっていますから。心配はいりません。そうですか。それでは行きましょう。はい。そんな、意味がわかんない。お母さん、本当のことを教えてよ。お母さん。